皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、こんな感じで素肌感のあるモテメイクをやってみました。今回ね、ぜひデートとかに使ってほしいなと思ってメイクをやってみたんですけど、男性はあまり赤リップとか厚塗りのメイクが好きではないらしいので、素肌感を意識するためにじゃじゃーん、このヌーディクトゥールのルースパウダーをメインに使って、私すっぴんも肌綺麗ですよって騙せるようなメイクをやってみました。このヌーディクトゥールのパウダーはね、使うだけで肌が本当に一気に綺麗になるんですよ。でプレステタイプには入れにくい丸いふわふわした粒子が入ってるみたいなので、でね、すごいなと思ったのが、スキンケア成分、美容成分がすごくたっぷり入っているので、つけ心地もよく、スキンケアの後にも使える、そのまま寝れるっていうパウダーになってます。それすごいなと思ったんですけど、だから24時間つけてられるってことですよね。メイクの最後のフィニッシングパウダーとしても使えるし、あとスキンケアの後のベトつき感とかもなくしてくれて、しかも美肌に見せてくれるっていうすごいパウダーになってます。だからお泊りとかね、ですっぴんを見せるのが嫌だっていう子にもぴったりでね、でしかも罪悪感がないというありがてえ商品になってます。はい、私今回ちょっと考えました、モテメイクを。最後まで楽しんで見てってください。それではスタート。はい、じゃあまずね、ファンデーションを使っていきます。ファンデーションはアディクションの UV プロテクターファンデーションの001番です。これはね、 SPF50 も入ってるのにもかかわらず、かなりね使い心地がいいので、なんとなく全体的に塗ったらスポンジで全体的になじませます。ムラのないように薄く伸ばしていきます。ただコンシーラーはコスメデコルテのホワイトニングコンシーラーを使っていきます。焦げタイプなので、あのポイントでクマとかをねしっかり隠していきます。直接ね塗ってもいいし、手に取って塗ってもいいです、大丈夫。このコンシーラー SPF30 ぐらい入ってくれてるから、今の時期にぴったり。そしたらパウダーはこちら、ヌーディクチュールルースパウダーの、私はねちょっと迷ったんだけど、このピュアピンク、ピンクの方を使っていきます。こちらが今回のメイクでメインになる素肌感とふわっと感のあるパウダーになってます。私これ結構感動したんだけど、この開けてね、中に入ってるシールを取ったらハートになってるんですよ、穴が。ちょっとこういう気遣いっていうか、なんか嬉しくないですか、サプライズ的な感じで。めっちゃテンション上がりました。パフもすごいふわふわの、毛が長いんですよ、だからふわふわにつきます。塗ってきます。ふわっと、ほら、わかる？すごいきめ細やかなお肌にしてくれます。ふんわりとお肌に密着してくれて、で素肌感が本当にすごい。見て、全然半分塗ってちょっと素肌感がすごい、こっちの方がふんわりしてるし、色ムラとか肌の毛穴とかにすごい綺麗になってくれる。これ寝ながら使えるって本当にすごいなと思う。スキンケアパウダーとしても使えるから本当にすごいなと思う。いつもよりふんわりしてサラサラじゃない？本当に気に入ってるんだよね。めっちゃ肌綺麗に見える。はい、こんな感じでベースメイクは仕上がりました。なんかね、ふんわりもちもちした感じに見える、柔らかそうなお肌になりました。そしたらアイシャドウです。キラキラジルスチュワートのリボンクチュールアイズの14番を使っていきます。これは本当に使うだけでお姫様みたいな気持ちになれる。色はこのような感じで、結構万人受けっていうか、ピンクとかっていうよりかは少しピンクがかった、あ、しまってきちゃった、ピンクがかったブラウンで選んでみました。付属のチップもすごく使いやすいんだけど、私はこのブラシで取っていきます。まずこの2色を混ぜてアイホールに塗っていきます。アイホール全体に塗っていきます。この2色で目を引き締めていきます。二重のところに塗ります。あまり濃くしたくないので、最初にこんな感じで塗った後に指でぼかしていきます。こういう感じでグラデーションを作る感じですね。すごく自然なね、ピンクブラウンっていうか、ブラウンなんだけど優しいブラウンだから、万人受け、デート向けっていうか、本当に男性が好きそうな感じ、ナチュラルに見えるかなって私は思いましたね、これ使ってる時に。はい、両目塗り終わりました。なんかすごく自然で、多分ねこれぐらいだったらナチュラルな印象になるんじゃないかなと思います。そしたら次はビセアワンのシングルアイカラーの031番を使っていきます。このような感じのすごくラメが細かいシャンパンカラーの色ですね。ちっちゃいブラシで取って、目の下の涙袋のところを少しキラッとするのと、あと黒目の上のところをキラッとさせていきます。ここですね。あんまりキラキラさせるぎるのって良くないらしいから、ちょっとキラッとさせるぐらい、立体感を出すために目のここにも塗っていきます。結構飛びやすいので、そこだけ気をつけて。
そしたらアイライナーはアディクションのカラーシックアイライナーの05番を使っていきます。ベッドルームアイズっていう名前で、ちょっとドキッとするようなかっこいいなと思ってこれを選びました。なんかブラウンなんだけどちょっとグレーっていうか、すごく魅力的な色だなと思いました。で、目尻はね、私あんまり結構跳ね上げたりとかするんですけど、何もせずちょっとだけ延長するレベルでこんぐらいで止めておきます。モテメイク、男受けを狙ったメイクなんでこれまつげをね、少しバシバシに上げるっていうよりかは少しだけ緩く上げました。そしたらマスカラです。マスカラはファシオのグッドカールマスカラのボリュームの BR300 番を使っていきます。このマスカラすごい良くて、あのお湯落ちタイプなんだけど、まあ、とにかくボリュームもカール力もすごい高かった。塗っていきます。ボリュームっていうよりかは結構ナチュラルめに、こんな感じでね、元々のまつげが綺麗なんだよって感じを見せる感じでやっていきます。すごいこのマスカラ良かったんですよね。ファシアのマスカラは母がねすごいいいよって言ってて、あんまり使ったことなかったんだけど、今回見つけられて良かったなって思います。こんな感じでね、なんかロング効果もあるのにボリュームもあって、しかもお湯落ちっていうありがたい、私がお湯落ち好きなんですけど、めっちゃいいなと思いました。で、余ったやつで下まつげも塗っていきます。はい、こんな感じでね、派手じゃないまつげ、ボリュームも長さもあるんだけど、すごい自然な先細りのまつげが作ってくれるので、このマスカラかなりおすすめだなと思いました。そしたらチークです。チークはリセリシェのボギーオンチークスの PK801 番を使っていきます。開けるとね、こんな感じでちょっと丸みの帯びた感じで、ここの下をもう一個開けます。赤ね、そしたらこんな感じでブラシが入ってます。すごいだからね、結構分厚い感じの形になってるんだけど、ささっと塗っていきます。このチーク発色がいいので、ちょっと塗ってこの辺でこう色をぼかしてからほっぺに塗るのがいいかもしれない。ここら辺にちょっと丸を意識して塗りたいと思います。はい、こんな感じです。つけ方はね、なんか好きにみんなつけてみていいと思うんだけど、私はちょっと丸めにつけてみました。いつもあんまり斜めにとかに入れてんだけど、可愛らしさをちょっとプラスして、なんかちょっと照れてますよって感じを意識してみました。そしたらね、リップに行きます。アディクションのティントリッププロテクターのプラスモア001番のパラノイアです。これすごく好きなカラーなんですよね。最近ゲットしたからね、まだ何回かしか使ってないんですけど、 SPF も20入ってるし、チークにもリップにもアイカラーにも使えるんじゃないかなと思います。これを取って唇にポン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 とじわっとしたリップを作っていきます。自分の唇が少し色づきましたって感じにしたいなと思ってて、見た目よりかは全然きつくない色なので使いやすいと思います。ポン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 ってこういう風に唇全体に、はい、こんな感じです。ちょっと上からツヤ感を足していくので、ルージュグロスみたいなやつを塗っていきます。次に重ねていくリップなんですけど、エスプリークのリッチクリーミールージュの RD471 番です。これは開けるとこのようなね、こっくりとしたグロスじゃないんだけどルージュになっています。かなりしっかりと色がついてくれます。これを中心に一番重ねて、結構色味がしっかり出るので、先ほど同様をこういう風に手で伸ばしていきます。はい、このような感じでわざとらしくない可愛いリップを作ってみました。はい、素肌感のあるモテメイク完成しました。どうでしょうか。これならね、接近戦とかでも全然怖くないようなメイク完成です。今回メインで選んだこのヌーディクチュールのね、ルースパウダーめちゃくちゃ優秀だったので、これ本当に良かった。ぜひ使ってみてください。詳しくは、ね、概要欄見てください。夏が終わりかけていて、みんなデートとかの約束あるのかな、その時にね、ぜひやってみてください。この動画を楽しんでいただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォロー待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。新学期頑張ってねー。